なんだあれは。まさかエネルギーの塊。安心するといい。貴様を殺した後に一人残らずこの俺様が地獄を見せてやる。魔漢光三宝。ゴア、ピッコロ、なんでここに。あのガキ、それにナメック星人はなんだ。どこから現れやがった。ナメック星人、そうか、奴らが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、来たぞ。やれ、ゴク。しまった。こんなもの、こんなもの、こんな、こうわあ。それじゃもう戦えねえはずだ。ほらや、みんなを殺そうとするひでえやつは兄貴なんかじゃねえ。とっとと地球から出て行って二度とここへ来んな。ご飯はありだな。やはり貴様は一族の恥だな。一流の戦士とはこういうものだ。覚悟はいいか。まさか。何、魔漢光殺法。この俺がこんな奴らに。助かったぞ、ピッコロ。おめえがやんなきゃ、オラがやられてた。ふん、二人まとめて死んでくれればよかったんだがな。貴様はどうせ仲間がドラゴンボールで生き返らせてしまうだろうが。ドラゴンボールだと？ああ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったれ。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人は一体いつここに。一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に せいぜい楽しんでおくんだな。クリリン、あ、仲間は回復してやらないのか。いや、弱い奴は見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後の先祖はオラが。回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間の元に連れて行ってやる。
当に？うさめ。いい加減にしろ。もうピッコロが死んでドラゴンボールもねあったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞ。お前のことは謝っても許さねえ。まさかここまで押されるとは。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。お前たちを許しはせんぞ。地球ごと消えてなくなる。それがどうした。貴様以上の攻撃を俺がやれないとでも思ったか。ファイナルフラッシュ。黙れ。ダメだ。ベジータの木の方が弱い。完全に押されている。くそさあ終わりだ。終わりにしてやる。さらばだ。ファイナルフラッシュ。その技まさか。父さんのおかげで俺も強くなったんです。くそ余計なことを。見ててください。思ったよりは悪くない。足を引っ張るなよ。もちろんです。畳みかけるぞ。はい父さん。そんなバカな。この私は。じゃあ！ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ。やはりバビディの術に。そんなベジータさん。うるさいぞお前ら。俺をダメだと思っている。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。自分の意志でバビディの術を。俺はカカロットと戦いたいだけだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらう。だが俺も貴様以上の特訓をした。天才である貴様との差を埋めたのだ。こんなくだらん戦いはさっさと終わらせて俺の実力だけで貴様を倒す。それだけが俺の目的だ。さすがだベジータ。それほどまでオラと決着をつけたかったとは。ならさっさとやっつけちまわねえとな。はあ、なんだよそれ。この僕の家来になる気はないって。許せない。もういい、行けダイブラ。はっ。俺を家来にしようなど、プライドを傷つけた落とし前をつけてやる。
もう許さないぞ。みんなを傷つけようとしたな。何？スーパーサイヤ人とは異なるその姿、驚きましたよ。では身の程知らずなあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。驚いているようですね。降参するなら死ぬまでに苦しむ時間を少しは減らしてあげてもいいですよ。降参するわけがない。僕は家族をみんなを守るために修行を続けてきたんだ。おやおや、それは無駄な努力でしたね。あなたの大切な家族とやらは私が一瞬のうちに殺して差し上げます。すごい気だ。この戦いでさらに強くなっている。行くぞ。いざ。そんな、あれは僕。いいえ、違います。あいつはご飯さんなんかじゃありません。まさかここまで来るとは。ブラック、ブラック、トランクス、こんなところに。そうか、指輪の力で時を超えたか。ごきげんよう、孫悟飯。はぁ、くっ、トランクスさん。ちょうどいい。この体で君と戦ってみたかったのです。お前が何者かは知らないけど、最悪な敵だということだけはわかる。おや、そうですか。では。人間が力をいくら合わせようと、神にかなうものか！マセンコ！行け、ご飯！倒せ、トランクス！はい！今だ、これを使え。ご飯さん、ピッコロさん直伝のマフーバー。何？神が人間に敗れるなどあってはならない。そうはさせんぞ。ダメだ。ご飯の気と対等だが、せめてセルの気を。くたばれー。
今だ。やつが余計なものといったものを背負うサイヤ人の強さ、見せてやるぞ。はい。ギャリックホーン、破壊突破。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。どうでもいい。貴様の命以外、貴様が貴様が では、さようなら。待て。ビルス様、私の復讐の邪魔はしないとおっしゃっていましたよね。なるほど、地球人に頼まれたわけですか。破壊神ともあろうものが、ずいぶんお優しいんですね。そんなわけないだろう。僕は破壊神だ。この地球にも人間にもまだ利用価値があるからね。今壊されちゃ困るんだよ。それに君のその強さだって、あいつらのおかげで手に入れたものなんじゃないのか？確かに。私がここまで強くなれたのは、孫悟空さんとベジータさんがいたからですが。わかりました。とどめを刺すのはやめておきましょう。ただし、二つ条件があります。まず、今後ビルス様はフリーザ軍の動きに決して介入してこないこと。構わないさ。僕は基本誰がどう動いても介入しないからね。では二つ目。この地球を襲わない代わりに、私の部下を生き返らせるため、ドラゴンボールを使わせていただきたいのです。それもいいんじゃないのか。今この地球で僕らを除いては君が一番強いんだ。
ドラゴンボールを使おうとしても止められるやつはいないだろう。交渉成立ですね。時を超え歴史を変えるという人間の愚かな選択。神の領域に踏み込み世界を歪めたその罪を死で償うがいい。人間ゼロ計画の遂行だ。ざますブラッカー、おめえたちにこれ以上やらせねえ。あっめっ、あっめっ、うわあ、終わりにしよう。消えてしまったすべての宇宙を元に戻してくれ。ジレン。それでいいの？いいの？孫悟空は最後にまた戦おうと言った。ずっと過去に囚われて生きてきた俺に新たなつながりを作ってくれたんだ。俺は過去の後悔ではなく、この先の約束を選びたい。ジレン。孫悟空、やはり不思議な人間だ。星での任務が待っている。手早く頼む。レクテツヤ鉄士ども、ニトモウユチウ、ノテベス。タツマシテーキ。次もその次も俺は貴様に勝つ。また会おう孫悟空。トッポ。ん？ここでの任務は完了しただろう。帰還の号令を頼む。